皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はカイエンターボクーペテックアウトの続きをお伝えしたいと思います。でもう何回目か忘れました。3回目ぐらいです、はい、で作業の方はこんな感じで、クレヨンにオールペイントが終わってて、おい、なんと同じカイエンクーペがテックアウトのリップ取り付けて入庫してるそうです。そんなタイミングあります？でちょっとこの車かなりかっこいい仕様になってるみたいなんで、ちょっと特別に紹介させていただきたいと思います。でまずボディカラーがかっこいい、クレヨンのカイエンクーペ初めて見ました。そしてなんかカメラマン情報によると、なんかオプションなんとかパッケージ、ライトウェイトスポーツパッケージっていうのが入ってて、なんかめちゃめちゃかっこいいホイールと、これちょっとサテンな感じでかなりかっこいいですね、このホイール。そしてなんかこの辺のミラーのベースとかいろんなとこがペイントされてたりとか、まあ、カーボンパーツ、ミラーとかルーフとかいろいろついてたりとか、まあ、パッケージの金額も恐ろしい金額になってるそうです。そして中がまたかっこいい、これこんなのあるんですね、僕初めて見ました。ファブリックの千鳥格子のちょっとなんかクラシカルな印象の内装になってます。これかっこいいな。ちょっとテックアウトのコンプリート作ってるのにちょっと若干やられたなと思っちゃってます、はい、そして後ろもまたかっこいい、なんかスポーツデザインパッケージ、フロントバンパー取り外してるんでもう分かんなくなっちゃってますけど、スポーツデザインパッケージも入ってるんで、リアバンパーがかっこいいリアバンパーになってて、これがこっちのカーボンパーツがそのライトウェイトのパッケージでカーボンになってるみたいです。これもなんか外観ターボっぽい、そしてこのにじみ出るちょっとこの光学オプション感、ちょっとかなりかっこいい車が出来上がりそうです。ボンドボディのブログの方でもご紹介させていただいてるんで、ぜひ見てみてください。それではじゃあうちの方の車を見ていきたいと思います。はい、というわけでやってまいりました、うちのカイエンクーペ、こんな感じでもう作業が大詰めみたいです。全部エアロが取り付けられて、まあ、ペイントも当然全部終わってるみたいです。今回、まあ、一般的なというか、まあ、一番スタンダードな取り付けで、まあ、特に塗り分けとかなく取り付けたわけなんですけれども、かなりいい感じじゃないでしょうか。でちょっと一瞬この樹脂パーツ塗ればよかったかなと思ったんですけど、そこから上見てっていただくと、この中とかもこの辺とか、あとライトのインナーなんかもその樹脂パーツの素材な感じなんで、まあ、縦にこう揃って統一感は割とあるんで、そんなに引いてみると気にならないというか、割とこれはこれで見たまとまりがいいなっていう感じがします。でまたこういうところ樹脂パーツ、まあ、塗るのはいいんですけど、塗ると結構ゴールがなくなっちゃうんで、まあ、今回はこれで行こうと思います。そして今ナンバーベースなんかも全部塗ってもらってますんで、ナンバーベースはないんですけど、まあ、この辺もちょっとかっこよくなる予定です。そしてエンブレムはもうしっかりテックアウトのエンブレムに変わってございます。そして横行きましょうか。横に関してはなんとキャリパーがもうペイント済みで、色はそのままテックアウトのロゴに変更されています。これちょっとよく見ないと分かんないポイントなんですけど、こういうとこやっぱりいいですよね。そして今絶賛スカフプレートかな作業中のようです。 あとペダルがちょっとこれは完成した時にお届けしたいと思います。あとリアがまたこれかっこいい、なんとこんな感じで下側テックアウトのエアロが装着されて、カッターが交換されてございます。これちょっとリアのボリュームはかなり変わって、もう全然こうここしかついてなくてもリアの印象が全然違いますね。そしてこれが一応リアのガーニッシュの部分の部品みたいです。これがこんな感じで装着されます。ちょっとリアの印象かなり変わって、まあ、テールランプつながったまんまではあるんですけど、ちょっと別になってるっぽく見えるっていう。そしてまたこのアクリルの立体的な文字がかなりいい感じです。まあ、純正だとこのテールランプの中にこう立体に入ってるんですけど、テックアウトだとこんな感じでちょっと立体的に表に出る感じになるっていう。でカメラマンのこれいいっすねっていうポイントは、なんとこのテックアウトの文字数とポルシェの文字数が一緒なんで、この幅というか文字の間隔が一緒のまんま、あんまりこうだから幅が広くなりすぎちゃったりとか狭くなりすぎちゃったりすることなく、こうバランスがいいまんまこれに変更されるっていう。でこれ新商品らしいんで
まあ、あんまりこれだけ取り付けるっていうのはおすすめできないんですけど、まあ、内装をカスタマイズしてこれ組むとか、もしくはエアロ組んでこれも一緒にやるっていうのは非常におすすめです。はい、でこちらがナンバーベースになります。でやっぱりエアロ取り付けると樹脂のパーツいろいろ気になっちゃったりとか、どうしてもフロントナンバー取り外すわけいかないんで、ここの辺が見える感じになると思うんですけど、どうしても目立っちゃうんで、今回これボディ同色で全部塗ってます。で当然ナンバーをつければもうここしかほぼ、まあ、ここもナンバーで若干隠れるかな、ここぐらいしか見れないんですけど、見えないんですけど、もうしっかり塗ってます。でボディ同色でちゃんとメタリックにもなってます。やっぱりこういうところで車の完成度ってかなり変わってくると思うんですよね。で、まあ、今回テックアートなんですけど、まあ、他のエアロブランド、もしくはまあエアロつけなくてもナンバーベースだったりとかのペイントもできますんで、まあ、お気軽にボンド各店までお問い合わせください。はい、というわけで今回はカイエンターボクーペテックアートの続きをお伝えしました。まあ、あとはだいたいタイヤホイールとか細かいところの作業で完成になるかと思います。でこの車は一応今月1月17日ですね、まあ、オートサロン、まあ、今回なくなってしまったんですけど、まあ、オートサロンが開催する予定だった日にちにちょっと車台数集合してちょっと企画がありますんで、まあ、その辺でまあ完成をお届けできればいいかなと思ってます。ボンドチャンネルのチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。浦和坂井です。今日はこちら、ポルシェカイエンクーペ、こちらに、ロアリングの取り付けと、あとは、ホイール
こちらはテックアウトのホイールを取り付けます。で、すでにこの車はフロントスポイラーと、あとはインテリア、こちらステアリングだったりがちょっと変わっています。で、あと後ろはリアスポイラーとマフラーカッターがついてます。それでは早速作業の方していきたいと思います。ジャッキアップするので車両ジャッキモードに入れます。これは絶対ですね。それから作業の方していきます。IID のロアリングロッドを使って車高の方を今回、調整していきます。こちらの奥見ていただくと、こちら、この棒が、車高を見ている、レベルセンサー、これがセンサーの本体なんですけども、そこからレバーでつながっていて、ロアアームが、段差を越えたりするとこう上下に動くんですが、このロッドの部分がそのセンサーの先を押してこの車高を見ています。で、今回つけるのはこちらロアリングロッドになりますが、ここのネジ部分を短くしたり長くしたりすることによって、ここのロアアームとセンサーの距離を調整することができます。で、そうすると車側で、まあ、言い方あれですけども、ちょっと誤差的なところで、車高がこう動いて低くなったりっていう風に調整ができます。はい、じゃあホイール組んできます。で、車外センサーを今回使用してます。車外センサー使うことによって、純正以外のホイールにもセンサーがある状態になりますので、もちろんバラす必要もなく付け替えて、いつも通り空気圧が表示されるっていうような感じになりますので、おすすめです。まあ、車種によってはちょっと設定がない車もありますので、その時はちょっとご相談ください。はい、今これで、作業の方が終わりました。ちょうど、3線ちょうど車高が下がった状態です。30ミリダウンですね。で、今これは車のモードでは真ん中の車高なので、ちょっと車高を下げてみようと思います。下げます、先輩。はい、下げます。お願いします。じわじわと。あ、いいね、いい感じです。はい、では、今回こちらポルシェカイエンクーペターボ、こちらにロアリングのロッドの方と、あとホイールの取り付けの方をさせていただきました。いかがでしょうか。結構バッチリ決まったと思います。フルテックアート仕様になりました。決まったと思います。では、今回の作業を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。以上、酒井でした。土屋でした。